いやチキンステーキなんだっけ、あのキッチンチキン、わなすぎない？行きたくなるでしょ、あなったら。お、猪木、うん、お待ちしておりました。いや、なんですか、あなた電気スタンドのおじいさん？私のことでしたら、そう、くねりとお呼びください。くねりじいさん、どうして男性にする？なんとしてもじいさん呼ばわりして、え、じいさんなの？嘘。ちょっとなんかあの力のあるお姉様と言いますか、私の他の実況だけど、ビルダーズのあの大地の妖精ルビス的な感じなのかなと思って、そういう声でやっていたんですけども、こちらは、我々は魂、姿など本人のイメージ次第なのです。つまり私たちに正体を見せるつもりはないわけだな。無視した、無視した。さて、あなた様の命を奪った銃声でございますが、今から4分後、遥か地上から聞こえてまいりました。どこ、誰、今頃暗殺者はライフルの準備中でございましょう。まあ、現場を抑えたいね。よし、私もやってやるわ、死者の力ってやつで。ああ、お嬢様、本当に申し訳ないのでございますが、あなた様はその力をお持ちではないのでございます。え、どうして？その理由は私には分かりませんが、力を持つのは特別な使者だけなのでございます。私特別じゃないわけ？つまんない。とにかく時間がございません。うん、さあ、この私をお使いくださいませ。ん？ってこと？あ、とりあえずくねりさんの元へ行こうということですね。そして動きがうるさいですね、猪木さん。じゃあ頑張って。緑の塔、はい。地上にいるんだよね、私を狙うフラチのやつ。うん、不潔でフラチで不憫でなんだだっけ。うん、ここにいても殺し屋の狙撃は止められない。よし、それじゃあ行きましょうか。私としてももう一度撃たれるのは嫌だし。まずはクネリさんのとこ行ってみます。あ、なるほど、とりあえず地上を目指せということ。この辺のルートは把握してますわよ。開いても意味ないよね。まずこれをスイッチ入れます。で、扇風機もスイッチを入れます。で、私はここに移動します。もうやったことだから覚えてる、わかるわよ。 OK、 いました。で、お、ライト。はい、お話を聞きましょう。さあ、来たわよ、いよいよミスターフラチと対決ね。奴は今どこかで狙撃の準備をしている。どこから撃ってきた？人に銃口を向けるとどういうことになるか、死ぬほどきっちり教えてやっちゃおうね。インネの笑顔が眩しくなってきた。うわー、武闘派だね。え？そうですね、一旦見るか。いや、狙撃？とりあえず右でいいのかな？間違った。とりあえずスイッチオン。わかった。チャリだ。事前準備の天狗か。どうしよう、コアが見当たらない。
やったな。いや、もうヒントいらないもんな。そうだな。こっから、やっただって、スイッチオンするのかなって思ってた。あ、ひとまず上に行きますか。よし、ここまで戻ってきました。まあね、多分カットしてると思うけど、同じことだからね。で、うん。わかってる。え、猪木は？猪木が来る。チャリで来る。おっ、あ、ちょ、オッケー。よし、その乗り方何？で、ふんふんふん。あ、ターゲットを発見、仕事にかかるとしよう。あのライトで照らせばなんかいけんじゃないのかな。これで来月から俺が暗殺課長で決まりだな。うん。いたよ、フラチのやつが。とにかくまずはこの狙撃を止めなければ。 OK。 うん、自転車こぐ。一回照らしてみる。そうね。何が起こったのか。よし、これでひとまず奴の狙撃を止められたわけだ。でもそうはいかないと。君の運命は変わった。しかしまだ終わっていない。あいつはプロだ。そしてかなり課長になりたがっている。ちょっとやそっとでは彼を止めることはできないだろう。あー、もうお掃除するしかありませんね。うん。多少のことは刑事の私が目をつぶってあげるからね。では次の手を打つとしようか。奴が打つ前に。更新。上か？一旦漕いでみるか。どこに行く？あ、変わらない。大変更なし。でもこっから移動できるポイント、あ、え、いや、だってまたタイミング逃したとかではないよね。え、タイミング逃した。あ、うんうん、あ、OK。次はそこ。闇の課長になるためにはわずかな光にもご用心。それが俺の今年の抱負だぜ。ちなみに来年の抱負は？闇の部長になるためにはスキャンダルにご用心だぜ。わー、すごい野心がある方なのね。つまりライトが点灯している場所には奴は現れない。そういうこと。そして来年あいつの嫌な噂を流してやれば完璧ね。行きますか。こう、いいね。あ、どういうことか。消えちゃった。あれ、ライトが一つ消えちゃったね。え、この現場にあるライトは全部で3つ。はあ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 。うちの小電気方面にケチっちゃう癖があってさ、こないだなんて先輩の手元を照らすために私自転車こいでたもん、スタンド立てたまま。涙ぐましいな。いいのかそれで。まあ税金だからね、刑事さん。え、お次はどこに現れます？おそらくこれをやれば、刑事さんが呼べるみたいなことか。あ、間に合わないな。
消したら、あーダメか、時間はある、大丈夫、間に合う、大丈夫、ほっ、はい、開きます、見つけます、よし、オッケー、おそらくマリオテニスと同じ方式で、ちょ、真ん中にいた方がいい的な、どこに出現するかわかんないもんね。あ、どこじゃ、あ、そうはいかんのじゃ、ほえ、こ、原因を根本から解決できないのかな？うん。うん。そういうことよね。次あっちで合ってんのかな？だってこっちにもライトがあるから怪しくない？天狗、君はもしかしてバカかな？バカだった。今回転灯を鳴らしたのお前か？いや違う、いきなり鳴り出してびっくりしたぜ。電力の締め付けがひどくてな。はあはあはあ、全部は使えないありさまだよ。やれやれ、おいで。え、でどこに出る？大丈夫、間に合うよ、間に合うよ、ちょっと伸びないよ、はい、開きます、こう、びっくりだね、オッケー、これで良いであろう。あー、刑事さん帰って、どうしたらよいの？え？大丈夫、間に合う。こういうこと。これで諦めない？何？ゼロ？ゼロ？あ、あ、え、どう？ゲーム、え？うん。このものを止めることはできないようだ。やっぱり悪い奴はきっちり潰してやる。ああ、変な癖がつ、ふん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 。鉄球落とします。なるほど。わ、そっか。防ぐだけではダメということ。え？こちらに切って、あー、あげる、開く、あげるだな、あげる、コンテナ、おろす？一旦おろすか。
なんかヒント出ただろ。うん。思わず黙り込むほどのパワー、そしてスピードね。きっとフラチなやつを黙、程よく黙、え、よ、お、うまい。うん。うん。程よく考えるぐらいがちょうどいいの、ケイジは。オッケー。うん。うん、いや、なんとかこれを、向こうにやらなきゃいけないんだけど、届くか。あ、届かない。いや、開く。罠すぎない？罠すぎる。だってそこにあったら行くでしょ。待って、近っ、待って。そうだよね。わっ、待機しと。おっし。え、どうした。これを置く？どうしたら？漕いでみる？ダメだ。これじゃダメなんでしょ。自転車も意味はない。ああ、ダメだ。むずくない？だからこいつを潰せばいいんでしょ。電気を全部消したら電力避けないか。うん、います。しました。電気消したら、あ、なんか向こうがついてるわけではないから、あれじゃないのかな。やっぱ電気を全部消すんじゃないね。そういうことじゃないかな。大丈夫。
うん、間に合う。これで電気が全部消えたぞ。消えたぞ。戻りたまえ、君。戻る。時間がないけど分かった気がする。分かった気がする。そっちのボタンやろう。これもうダメだ。うん、うわむず。ここをオフ。いや、ここはオンでいいのか。ここはオンでいいんだ。で、あやつをあの場所に誘い込まなくてはいけない。そういうこと。だってあの場所以外で荷物がバンって動く様子がないんだよね。だからまず、うん、でまずちょいと避けてもらう。よし。うん。違う。勝てる。うん。え？うわあ、むず。いや、これおそらく当たってんじゃないかな。電力を節約してこのねレバーに電気を回してもらおうと私は考えたわけ。え？こっちも。消す。こっちを消す。で、警棒に取り付く。あれ、カッサ。いや、傘はそのままでいいのかな。うん。で、レバーは今は上げません。そういうこと。こう。え、ついてないのがここだからこっちに移動するよね。あ、いけない。うわー、いや、ちょ、むすいよ。なにこれ、開く。一旦開いてみる。ここ外す。警察の人来てくれたら
ス。一応ここにいた方がいいのかな。動きが見えるかな。開かないよ。それは罠だって知ってるんだ。え、こっちもライトついてますね。お、ひよったアホは。やれやれ、ずいぶん獲物かな。離れてしまった。あー難しかった。それとも私がアホなのか。闇の課長さんは、暗くジメジメしたところがお好きみたいね。そんなあんたにお似合いの場所、牢屋にぶち込んであげるわ。サッセル、やっちゃいなさい。じゃあ、いきますよー。ゴーチャーピュン。いや、結構むずいね。私の頭が足りないだけだけど、むずいね。だから俺じゃねえよ。うん。まあまあ、とりあえず、救えたね。これであの暗いところが好きな彼も黙るだろう。つまり君の死は消えた。またしてもな。やった、やった、更新完了。わあ。難しかった。これ4章でしょ ?4 章の時点でこの難しさって。私やっていけるの。この不思議な力どうして私にはないの。それがあれば私だって事件を追うことができるのに。選ばれた死者なんてずるいよ。あの小動物くんと同じことを言ってるな。でもね、こっちとら死んでんのよ。生きてるものの方がね、偉いと思うよ。私としては君の方が羨ましいと思うが。え、どうして。なぜなら君の命は救われるからだ。これからも、これから先も、この私が助ける死者の力を使って、まあ夜明けまでなんですけども、夜明け、朝日が出るまでなんですけども、うん。しかし私の命を助けられる者はいない。うん、そうだよ。死者の力、なぜこの私が特別なのか、今夜その答えを見つけることができるのだろうか。シセル、ごめんなさい。さてと、あとは君の自由だ。それではお別れだ、リンネ刑事。いやー、難しかった。もう会えないの。私に会いたくなったらまた死んでくれ。かっこいい、かっこいいよシセル。まあね、それは冗談で言ってんだけどね。うん、わかった。いや、冗談なのだが。それでは戻るとしようか、新しい現在へ。頭使わないとダメだし、このね、黄色い傘の罠がマジで罠、ジョーカートラップすぎる。これでリンネは2度目の死を逃れることができたはずだ。しかしだからといって彼女のピンチが終わったわけではない。とりあえず彼女の様子を見に行った方がいいだろうな。一旦下げとくか。うん、まあ時間ないから。刑事さん見回り、あ、どうやって行くの。あ、わかったぞ、いうことね。なるほどね。あ、このね、罠に引っかかったのよ。カットしてる可能性があるけど、攻略途中にこの傘使っちゃって下に戻れなくなって、こうか。電話線いける？あ、繋がってるよね。どうやらおめでとうを言わなければならないようですな。うん。赤く光ってるから大丈夫だよね。私自身の謎については一歩も前進していないがな。その鍵はあの方が握っているのです。お忘れなきよう。リンネか。命を取り戻した彼女は管理人室に拘束されているはずだ。しかし身動きが取れなければ彼女は事件を追うことができない。あ、脱出するということ。オッケー。これは罠ね。オッケー、そういうことね。傘にもちゃんと役割があったわけだ。お、
私は再び輪廻の拘束された部屋へ向かうことにした。運命が変わらなければ変われば物語も変わる。そこではきっと新しい何かが始まっているはずだ。命を取り戻した輪廻は今何を思い何をしているだろう。彼女は今夜大事な事件を追っていると言っていた。私と何かつながりがあるのか。どうじゃ、運命変わってる？生きてる？リンネちゃん。ここで4章クリアと。結構苦戦したから長く取っちゃったな。ここいらで足も休憩しようかな。